ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。1944年8月、連合軍はついにパリ解放に動いた。6月6日午前6時半から始まった、ノルマンディ上陸作戦に始まり、とうとう連合軍はそんなところにまで、アメリカの供与品で装備をしていた、フィリップ・ルクレール少将率いる、M4 シャーマン、自由フランス軍の第二機甲師団がパリ市内へと突入したんだ。やっぱりパリは、パリジェンが先に乗り込んでいったのね。パリ入場の、栄誉、はフランス第二戦車師団に与えられ、栄誉なのね。しかし、米軍もパリ解放に一役買ったことを明示するために、作戦がうまくいった後には、パリの空に星条旗を掲げる予定だったんだ。そのあたりはしっかり抑えているのね。それなりの犠牲を払う可能性がある。それなりのリスクを背負っているんだから、それなりの報酬なり成果を上げないと、犠牲になった者たちに対しての申し訳が立たないんだぜ。上に立つ者は、そういったことも常にきちんと抑えることのできる人物でないといけなかったのね。それに、フランス共和国臨時政府の代表であったシャルル、ド・ゴール将軍は、独自の軍隊であるフランス解放軍、及びレジスタンスの統合組織全国抵抗評議会と、その傘下の内地フランス軍を支配下に置いていたんだが、その全国抵抗評議会は右派から左派までの寄り合い所帯であり、一枚岩の組織ではなく、臨時政府の代表であった戦後における自らの影響力を確保するためには、臨時政府による早期のパリ解放が不可欠であると考えており、かつ、全国抵抗評議会に参加している左派勢力主導での解放は望んでいなかったんだ。確かに、アメリカ的にも、左派政権に誕生されたら厄介だから、そういった、政治的意味合いもあって、と、ゴール将軍お抱えの自由フランス軍第二機甲師団が先だったってことなのね。責任重大だわ。細かいところもいろいろとあるんだが、省くとそんな感じだぜ。いろいろと大人の事情があったのね。そして、目指す派フランスの老舗、ル・ムーリスホテルだぜ。どうしてホテルに？そこがドイツ軍のフランスでの拠点であり、指揮を任された、ディートリヒ・フォン・コルテッツがいたんだ。そこを抑えれば勝ちなのね。そして、最後の突撃が8月24日の13時に開始され、フランス軍シャーマンはリボリ通りを通り、ルーブル美術館、ジュエルリー庭園まで、リボリ通りを一掃するつもりなのね。一応地図を書くと、ルーブル美術館、ジュエルリー庭園の先にはコンコルド広場があって、その先にはシャンゼリーゼ通りが1800メートルあって、エトワール凱旋門があるんだぜ。1800メートルって、シャンゼリーゼ通りって結構長いのね。そして、ドイツ軍にはまだ戦えるパンターが3両残っていた。みんな大好きパンターよ。ジュエルリー庭園に2両と、残りの1両は、連合軍の攻撃によってチリジリになったドイツの精鋭装甲師団のパンター1両が、コンコルド広場で、敵の首を狙っていたんだ。コンコルド広場って言ったら、フランス革命時に、あのギロチンが置かれていたっていう、オベリスクも有名だぜ。決戦にはもってこいの場所ってことね。もちろん他には、パリ工場で手に入れた R35 も何両かいて、そのうちの1両が、リオリ通りの西の端に配置されていたんだ。フレンチシャーマンが来るわよ。しかし、そのシャーマンとは逆の方向に目を向けると、まさか、挟み撃ち、エトワール凱旋門からは、アメリカからイギリスへと渡った M10GMC こと、ニックネームがウルバリンと付けられた駆逐戦車に乗員していた、自由フランス軍の兵士が乗り込んできていたんだ。決戦の火蓋が、フランス軍の戦車は、一両一両名前がついているみたいで、そう書かれてあったのね。書かれてはないんだが、どう見てもそうなっているみたいで、シロッコとシムーンの2両がそこにはいて、ドイツ軍の抵抗がある中、その戦火をくぐり抜けて、凱旋門にまでたどり着いたんだ。でも、その先には確か、ドイツの精鋭装甲師団の、突然、シロッコとシムーンの近くに巨大な爆発音が、2発目も飛んできて、危ないわよ。なんとかかわして、シムーンが血眼になってシャンゼリーゼ通りを探したら、その先のコンコルド広場には、パンターが、で待ちた。パンターは自弾の照準を取り、再び発射し、それも外れて凱旋門に当たった。フランス軍も運がいいわよ。シムーンの戦車長はすぐさま報酬に、1500メートルの照準を取るように命じた。1500メートル、そうだぜ。でも、確かシャンゼリーゼ通りは1800メートルよ。しかしここで、勝利の女神はシムーンに微笑んだ。どういうことよ。報酬は元パリ市民で、シャンゼリーゼ通りが確か1800メートルだったことを思い出したんだ。まさか、一瞬のミスも許されない中、報酬は1800メートルの照準を取った。このプレッシャーの中、なんという判断なの。そして、見事に初パンターに命中させて、パンターは動けなくなったんだ。なかなかやるじゃない？その一方で、フレンチシャーマンは、自分の R35 に背後の護衛をさせながらコンコルド広場に突入してきた。とうとうその時が、パンターがシャーマンに照準を向けてきたんだ。そこはまだ動いたのね。動いたのか、ハッタリなのか。すかさず、フレンチシャーマンが一発ぶっ放し、見事パンターのフロントに、とうとうやりやがったわ。しかし、前面の傾斜装甲板に阻まれ致命的なダメージを与えることはできなかったんだ。
このフレンチシャーマンはパンターが動けないことは知らないんじゃない？一刻の猶予もない中、戦車長は煙幕を張らせるために白輪弾を発射させ、敵の視覚を遮るために、操縦手にフルスピードでパンターに向かうように命令をし、そんな攻め方もあるのね。煙幕で包まれたパンターに向かってフレンチシャーマンが突進をし、手にピストルを握り込んだ戦車長のマーセル・ビジールは、戦車を飛び降りて、パンターへと向かった。なんて勇敢なの。しかし、その煙幕と混乱の最中に、パンターの乗組員は逃亡をし、戦車長のマーセルは、近くの建物からの狙撃によって、帰らぬ人に、これが、戦場なのね。その一方で、残りのフランス軍の戦車は次々とチュエルリー庭園に入り込み、次々とチュエルリーってなんだか言いにくいわね。そしてそこにはパンターが2両も、忘れていたわ。次々にフレンチシャーマンは仕留められていくんだが、なんとかパンター2両を撃破し、ほどなくしてパリ解放は達成され、パリ市民は狂喜乱舞した。やっとのこさ、長いパリでの戦いが幕を閉じたのね。ってことで、ご視聴ありがとうございました。